いや、行ってきましたよ。いやー、お疲れ様でした。人間解放器具、6出だし。6出だし。はい。バグラグさんの主催の、うん、バグラグアルルカンキズのスリーマン、男検定、目黒6名館、できたんですけども、よかったですよね。めちゃくちゃ楽しかった。最高よ、ほんとに。まあ、男限定ライブ初めてってことで。いや、そう、ライブで初めてだよ。そう。違う。てか、ビジュアル系もとかじゃなくて。全部含めてね。うん。ちょっと違った空気感というか、雰囲気。そう、全然違かったね。うん。かなりでも熱かったね。熱かったわ。まあ、まずあの、3組、今回は見たんですけども、うん、それも始まる前に、すごいことが起きてしまいまして。ほうほう。まあ、あの、レジちゃんっていう、あれ、レジスターレコーズの、あの、うん、チャンネル見てる方は絶対知ってると思うんですけども、うん、あの、やから社長っていう、藤本代表っていう、あの、レジスターレコーズとか、まあ、あの、下のライオスターレコーズとか、あとは、あの、傷が所属してるダメージとか、っていう事務所をこう、まとめた上のこの代表の方がいるんですよ。藤本さんって方が。えぐいっすね。あの、実際あの、4拍子講座のツイートも、うん、あの、まあ、的を置いてるみたいなやつしてくださってたんですけども、ライブハウスにね、こう、僕らこう待機してたら、バンド出る前に藤本代表出てきて、話しかけていただいて、うおーおーおーみたいな感じで、おっすっ恐縮ですみたいな感じになっちゃって、ちょっとびっくりしちゃって、俺マジで。もう俺からしたらもう2014年とかからずっとあの YouTube で、一応こう動画で見てきた人だから、おえーみたいな。画面の中の人みたいな。たまに見てるよと。そう。やばいっす。言っていただいて、やばみたいな。もしかしたらこの動画見てるかも。いやー。知れないってことあるね。そうですね。ありがとうございます。まあなんかいろいろアドバイスもいただきまして。いや、はい、ね、いろいろ、こんなことやってないんじゃないみたいな感じで、ね、言っていただいて。ビジュアル警戒ってめちゃくちゃでかい人ですからね、マジで。そのバンドとかじゃなくて、ね、もうその、言っちゃえば、所属とかのその側の仕切ってる方ですから。そうだね。えぐい、マジで。引用ツイートというか、はこうしていただいて、こう見てくださったってことは知ってるんですけど、うん、あっちからこう気づいていただけるというか。確かに。もう普通だったらこっちから、話しかけに行くというか。確かに。まあでも恐れ多くてそれはちょっとできないですけど、俺ぶっちゃけ4拍子の人がもう見かけてるんですよ。けど、ちょっと恐れ多くて自分から話しかけれずって形だったんですけど。顔を覚えていただいてるというか。そうそう。マスクしてたからね、しかも。知っていただいてるっていうところがすごいっすよね。いや、めっちゃ、ちょっとやばいっす。ちょっと感無量です。いや、続けてきてよかったっすね。いや、本当にマジで。本当に今までね。本当に見てくださってるんだなっていうのが分かって、やっぱその4拍子講座の人、俺髪型全然違うっす。確かに、ね。そう。そんな形の開幕でだったわけですよ。今回のライブ。まあ、ライブ始まったんですけども、うん、あの、トップバッター、アルルカンということで。はい。3回目ですか、アルルカン見るのって。ビジュアル祭り、ゴエモン元年で今回って感じで。あれですよね、あの、ビジュアル祭りもかなり最後の方だったし、あの、ゴエモン元年なんか鳥じゃな、鳥だったじゃないですか。そうですね。だからなんかトップバッターのアルルカンっていうのがちょっと、新鮮で、お、うんうん、もうアルルカン来んのみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、やっぱりあの、毎度言ってんすけど、あの、大ボス感ね、やっぱあの。いやもうなんか、最初なのにラスボス感とか。そう。やばみたいな。めちゃくちゃかっこよかった。いや、超かっこよかったわ。やばい。そのなんか、男限定ライブっていうのもあってさ、なんかちょっとさ、うん、MC の感じもちょっと変えてるとか、うん、まあ、いつもこう、男やろうぜばーって感じでした。あと、あの、ダメ人間の、あの、詩を、悲劇のヒロインなら腐るほどいるってところを、うん、悲劇のヒーローって変えてて、うん、このやっぱ男限定ならではっていうか。いやー。いいっすね、ああいうのも。行きというか。うん。ダイオンもしてたしね。そう。なおさらファンになっちゃうよね。そう。なんかあの、ビジュアル系のライブでさ、こう、本人がダイブするっていうの見たことなかったから。うん、そうね、確かに。まあ、もう一つ思ったのは、やっぱあの、まあ、演奏力毎回言ってるんですけど、うん、ゴエモン元年の時って、ちょっと神手側だったんですよ、正直あれって。うんうんうん、だから、あの、ちょっと下手のナオさんのギターが若干聞こえづらかったんですけど、今回は、俺ちょっと下手寄りだったんですよ。そうですね。だから、あの、ナオさんの、あれ、ギターソロをもうこう、うんうんうん、めちゃくちゃにこう聞くことができて、はい、めっちゃうめえな、って。なんなんみたいな。すごい。じゃ機械なんじゃねえか、みたいな。墓穴とかさ、うんうんうん、どうなってんみたいな。涼しい顔でやっちゃうからね。そう。なんか、ナオーっつってさ、キサが言ってくすって出てきて。みたいな感じで。ねえ。ええー、みたいな。当たり前です、みたいな。そう。イクリプスとかもすごかったしね、歌わせる。イクリプス見れたのよかったっすね。よかった、初めて見たの。ねえ。あとあの、ベースの翔平さんめっちゃ気合入ってたよね。いや、めちゃくちゃかっこいい。ちょっと渋かったな。あの、リンチの葉月さんみたいな衣装で。めちゃめちゃかっこよかった。怖いなぁ、つって。なんかシャウトみたいなめっちゃしてるし。ドラムのタモンさんとかもなんか、ドラム叩きなんかめっちゃシャウトしてて、すげえ、みたいな。
で歌はまあもちろんのごとくうまいんですけど、いやーなんか今回エグかった気がする、ね、そうね、デスボーが結構エグかったなって感じ、なんかもうギターみたいなことで、そうそう、なんか何度も見てるけど何度も見たいなってなっちゃうね、そうね、うん、めっちゃ短かったし、なんかいや体感がね、そうそう、8曲ぐらいやってたんですよ、うん、そうだよね、体感4曲、うん、言わんでも傷ということで、いやー傷ね、まあ、傷はねビジュアル祭りでしか見てないし、そうですね、しかも5曲だったからあの時も、あ、そっかそっかそっか、しかもめっちゃ遠かったからね、そう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 、だいぶ後ろの方でね、そうそうそう、見たから、まあもちろんその時すごかったんですけど、うん、今回はもう結構近めの距離で見れて、いやなんかそこさ、なんかライムさんってさ、なんかちょっと神秘感があるというかさ、確かになんかそのビジュアル祭りというかめっちゃ遠いから、うん、あの今回はもうめっちゃ近くで見れたから、うん、おーライムさんだってなったのがまず1、うん、俺としては、うん、レイキさんもそうっすね、あのめっちゃかっこよくて、俺的にかっこよかった、髪の毛バーンみたいな、うんうんうん、なってて、そうね、めっちゃかっけえみたいな、うん、1曲目が平成ですかね、うん、あのライムさんのアコギから始まるんですけど、あのもうやっぱこのシャッ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 ってこう最初にこうもうなんか掛け声みたいなのがあるんですけども、うん、それでもうドドガーンいって、そうね、いやめっちゃいいなみたいな、アコギうめえなみたいな、いで歌クソうまいですね、すごいね、もうなどっから声出てんのよ、いや本当に俺らの師匠みたいなもんですからね、こう言っちゃえばまあ確かにね、そうそう、まあ、あの習ってはないんですけど、一回も会ったこともないんですけども、まあまあ、勝手にやってますから僕ら傷の耐久企画、そうそうそう、でもやっぱ本家を目の当たりにしてそうそうね、ああ一切勝てんと、そうですね1ミリも近づいてないなって感じです、上手いだけじゃなくてさ、うん、なんかその迫力がすごいあるというかさ、そうそうそう、なんかなんていうのかな、その上手いだけだと俺つまんないと思ってて、正直そのなんかあのそれだったらライブ映像を見ればいいじゃん、まあ、確かにね、そうじゃなくてなんかこうなんていうのかな、方向みたいな、ああもう聞き迫るもんあるよね、そう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 、魂の叫びみたいな、そうそうそう、聞いてる感があって、てか結構叫びみたいな感じで歌ってんだけど、うん、ちゃんとこうなんか音程もしっかりしてるっていうのがすげえなと思って、うん、歌としてはもうしっかり成り立ってるんだけど、それ以上のものをこうライブでは見せてくれる、うん、っていうのが、うん、もうめちゃくちゃすごいなっていう、ライブならではっていう部分でもあるし、そうね、傷もでもラスボス感えぐいよね、いやまあそうね、今回3バンド全員ラスボスなんだよなって感じで、ね、ボスラッシュよ、もう デスピサロエスタークデスタムワみたいな、やばいやばいもう無理よ、 MP 切れちゃうドラクエだったら持ちない持たないですね、傷でよかったなー、マジでやばいって思った、なんかすげえって感じ、迫力もあるし繊細な部分もあるしっていう、そこのなんかあの2つの相対するものが混在するっていう、なんかちょっとカオスというか、うん、そうだね、な感じがこう傷にしか見せられないライブかなって感じで俺は思ったね、うん、今回で、まあ、バラードもあったんですけど、そうですね、そのやっぱ出だしでやっぱあのライムさんがあのマイクなしで歌ってたんですけど、うん、こんなにも声が届くのかと、すごかった声量、ええー、みたいな、でも煽りもね、もうやらだなーみたいな、男くせえなおいみたいな感じでしたよね。まあ、トリーバグラブということで。いやまあ、覚醒器持って、後ろから出てきて。そうですね。びっくりしたね。びっくりしたね。ちょっと一瞬分かんなかったね。ね、うん、うん、みたいな。なんか。ポニーらも失敗したって思ってた。そうそうそう。そこ、ザーって、ね、出てきて。じゃあ、すごい、すごい。めっちゃ近かった。うん。まあ、男限定ライブということで、うん、まあ、一星さんがもう、かなりのこの、おい、やれんだろ、やろうと思って。全部出しきれんね。後ろもうサボってんじゃねえよ。なんか衣装もね、うん、なんかディオーラみたいな、確かにな感じで、こう後ろになんだ人間失格みたいな感じで書いてあって、ね、書いてありましたね、ね、はい、はい、セットリストがかなり激しめな曲を詰めるに詰めてたというか、うん、激しめな曲しかやんねえからっつってね、手加減しねえぞみたいな、いやーもうバチバチみたいな感じでね、うん、3バンドの中で一番ポップなのがバグラグなんですけど、今回はそのやっぱアルルカンと傷ってもうゴリゴリに激しいバンドだから、それ負けねえぞ的な感じもちょっと感じたというか、確かにね、雰囲気もなんかちょっと違かったなって感じはあったね、そうね、出てきてちょっといつものバグラグじゃない感じがありましたね、そう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 、俺としてはほぼほぼ代表曲っていうか、うんうんうん、まあこうめっちゃよく見る曲の、うん、もうほんと連続だったんですよ、うん、まあ多分サポートドラムが淳二さんっていう部分も多分あるんでしょうけど、はいはいはい、聞き馴染みのある曲ばっかだったから乗りやすかったし、ヘドバンが得意なんですよ実は、めっちゃやれるのめっちゃ頭痛いですよバンギャの方はすごい、いやでもやっぱ歌もうまいし、やっぱ演奏力もやばいし、バグラグギターもベースもうめえし、やっぱで、まあ、なんせドラム淳二さんなんで、いやーね、そうあれじゃないですか、今まで正文さんが叩いてたから、うん、そのなかなか合わせるのも難しいと思うし、うんうんうん、でそこはやっぱ淳二さんの力なんでしょうね、やっぱこうそうっすよね、適応力というか、そうそう溶け込める、だってログもやってたじゃないですか、そうね、全然全部違うじゃん、確かにバンドのタイプが、
めっちゃ人気あるしね。いやーね。順次コールが一番先に起きちゃったよ。起きちゃったよね。男人気すごそう。金髪の一世さんが僕はもうドツボです。いやーかっこよかった。かっこよかった、マジで。かっこよかった、めちゃめちゃかっこよかった。メイクもなんかめっちゃ濃かったしね。そうね。あの雰囲気好きだったな、うん、あの衣装も込み込みの。あのメガネかけてきてて、こう帽子かぶってて。はいはいはい、白黒の衣装でってあの雰囲気めっちゃ好きでした、うん、俺やっぱあの骨って曲やってたんですけど、うん、前からすごい好きな曲だったんで、はい、すげえ見れてよかったのと、うん、絶好エスラクロン、はいはいはい、ラストにやってたんですけど、うん、めっちゃかっこよくて、かっこよかった。あれやっぱバグラグの曲の中でかなり激しめな曲なんですけど、うん、めっちゃやっぱこうゴリゴリな感じで、うん、もうそのもう結構煽りメインみたいな感じで、うん、もうわらーみたいな、結構歌うとこももうはしょって、そうね、もううらーみたいな感じ で、アンコールで去ると。いやそうね、まあ、もうこう定番でもう鉄板の曲ですけども、うん、そうですね、もう一世さんがもうフロアで歌うというで、フロアの方行かせてよっつってね、もうもみくちゃになって見えんかった。いやすごかったもうちょっとで触れそうだった。そうね、もうあと一歩、もうあと一歩でした、ね、俺らはね、あのちょっとフロアのこう柵、こう後ろの柵があって、うん、そこでこう捕まって見てたんで、ね、うん、あのフロアにはいなかったんですけど、そうですね、でもあそこめっちゃ良かったね、正直。いや、良かった。見やすかったし。めちゃくちゃ良かった。猿、むちゃくちゃ盛り上がったね。いや、すごかったね。やばかったね。あれぞ、ほんと男臭かったね。すごかったね。おいおいみたいな。俺もめちゃくちゃもう、大声でもう、乗ってたもんな。おやばかった。いやいやいやみたいな感じで。むちゃくちゃ楽しかった、マジで。そうね。うん。いや、あれ楽しいよ。あの瞬間やばかった、マジで。やっぱなんかもう、マジ、なんつうのかな、もう、ライブ、ほんとライブ楽しんでるわ。全部忘れたわ、なんか。なるほど、ね、いろいろ全部忘れてもうライブだなっていうか、こう音浴びてるなみたいな、一緒になって人間休憩した瞬間だ、一緒にもうあれこそ本当猿になってたわ。そうだね、マジで。正直ライブいろいろ言ったけど、その瞬間的には一番、うん、瞬間最高楽しさ。なるほどね、確かにバグラがやっぱ上手いっすよね、そこも。その演奏が上手いだけとかじゃなくて、 やっぱその客を楽しませるのが上手い、本当に。そうね、やっぱライブが上手いって感じ、うん、本当に。そうそう、本当にライブバンド、いやすごいなって思うわ、本当にもう疲弊しきってます。いやそう、これ結構マジで直後なんで今だから、ちょっとなんか拙い部分あるかもしれないですけど、まあそれはもういつも通りの話で、ちょっとあのそこはすいませんって感じなんですけどとりあえずマジでね、頭が痛い。いやそうっすね、ちょっとお腹も減っちゃったし、首も痛いし、腰も痛い満身創痍だけど、ね、そうっすね。いやこれが楽しんだ代償だと思いますけど、いやそう、ね、楽しさがちょっと伝わればいいな、ちょっとでも。そうっすね、本当にちょっとマジでね、ライブ行ったことある人ならわかるけど、まともに喋れる状態じゃないからね、ライブは本当に高揚感とかね。そうそう、だからちょっとそこはマジで変なこと言ったらすいませんって何回も言うけど、これは、うん、はい。でまあ今回もでもね、視聴者の方2人楽しみにいただいて、そうですね、って感じで。いや、ありがたいですね。めっちゃありがたいですね。そう、なんか1人その俺のなんか出してた動画で、うんうん、傷好きになってみたいな、うんうんうん、で、ね、今来てんすよみたいな感じで言ってくださった方いて、でもシンプルにやっぱその嬉しいですよね。俺が発信したものでこう好きになってくれたというか、多分届いてるわけだもんね。そう、いや嬉しいなと思って。やっぱコメントでもね、それが結構ね、結構一番レベルに嬉しいですよ。いや嬉しいよ。やっぱこの聞きましたみたいな、きっかけで聞きまして今ハマってますみたいなのが。そう、だって自分が好きなものがこう伝染じゃないけどさ、うん、いやそれは本当に嬉しいよ。帰り際にはあの自我の方とか、うん、そうだね、落書きの方にあのいただきました、フライヤーをいただきましたね。そうそうね、はい。あれですね、V フェスに行くので、その時にちょっと見させていただければなっていう話を少しして、なんですかね、ちょっと知っていただいてたというか。いやそうだよね、そうそうそう、こう動画で落書きとかに触れてるんで。そうね、こちらはダミラ、ダミラさんっていうバンド、正直字面しか見たことないですね。指導だからあんまないですかね。そうですね、多分ね、うん、いやまあちょっとなんか全てが全て伝わったか分かんないんですけども、うん、なんか、わかんないことあればコメントで聞いていただければと思います。はい。そうそう、ボロが出るんでやめておきましょうか。まあ、というわけなんでね、行ってまいりましたんで、まあ、女性の方はね、明日の新宿ブレイズですから、はいはいはい、まあ、もう多分この動画上がってくる頃には終わってるんですけども、ね、まあ、多分こっちの方はね、この動画で、ちょっと雰囲気でも楽しんでいただければなと思いますので、とりあえず、最高だったということで。そうですね。はい。マジで楽しかったです。やばかった、マジで。やばかった。というわけで、ね、ジャスコ。ジャスコ。34分も喋ってた、今。